こんにちは。裏の人ですか。なかなか面白いエピソードになりそうですね。まあ裏も表も隠居してからですね、私というものは、まあ全国に行くこともないし、訪問してくださる方もものすごく減って、一時期は年間100人をね、超えたほどだったんですけども、今は10人もいない感じですね。まあということで、私の時代は静かに終わりを遂げ、というか私の時代なんてなかったと思いますけどもね。まあでもね、そこまでガンガンやらなくても、こういった暮らしが手に入ってるっていうのは、本当ありがたいことだなというのと同時にですね、一生懸命コツコツといろんなことをやっていても、でもやり続けないと成り立たないって方もいて、本当世の中ってのは努力の量が何かを決めるというのはちょっと違うなというふうに感じてますね。もちろん努力というのは自分が感じること、もしくは他者が自分を見てそう評価すること、ここに大きな齟齬があるということを考えると、単純に努力という言葉は確実的にはならないものなんですけども、私自身自分の人生で努力した瞬間は全くないと。むしろ努力をしたくなくて、努力を避け続けてここまで来てるわけなんですけどね。ただその中で何か成果をつかむためには一心不乱に何かをやらないといけないんじゃないかなっていうふうに感じるところはあります。それがたまたまこういった情報発信であるのかなと私は思っているんですけども、確かに情報発信、私には努力や苦労は全くなくできることなんで、そういう意味ではラッキーだなと思います。まあ例えばね、オリンピックの選手を例にとってみると、まあボクシングの選手でもいいですけども、そのスポーツ選手ってそのスポーツをすること自体が苦痛であり負担であり、頑張って努力してそれを跳ねのけてね、成果を出しているのかというと、なんかそうじゃないような気がするんですよ。もうやることがモチベーションであり、ワクワクしながら、あ、またできるようになったぞ、また打てるようになったぞ、また速く走れるようになったぞ、いやちょっとなんかこれまたやる気になってきたなと、やればやるほどもっとやりたくなるなみたいな感じでね、旗から見るとようやるよあそこまでみたいな感じになると思いますけども、いや、やらないことがストレスだよみたいなね、うん、そこまで、まあ、捉え方が違うんですよね。つまりね、人によっては何をやったら自分の喜びや、まあ、感じないストレスに向かっていけるのかっていうことと、無理やり努力というものを差し込まないと一歩二歩前に進めないものと分かれてるんでしょうね、きっとね。まあ、例えばね、大好きな彼女のためにデートコースをね、いろいろ考えたりとか、下見に行ったりとか、ちょっと古いですけども、ドライブでデートするときにカセットテープの曲をね、こうやって組み合わせて作ったりって、別に努力じゃなくて楽しいですよね。でも反面ね、なんかこう好きでもない女の子と楽しくデートをすることを考えるのって結構頑張らないとできないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そう考えると、やっぱりね、頑張らなくても全力投球できることを見つけれるといいですよね。そして今日の動画の最後に締めるのはボランティアって言葉です、ね、今日のタイトルにもなってますけども、ボランティアね。ボランティアって一生懸命努力してやるもんではないですよね。それこそそんな気持ちでやっていたら、ここまで頑張ってやってやってんのにみたいなね、何の見返りもねえよみたいになっちゃうと思いますけども、ボランティアっていうのはもう自発的って意味なんですよ。無償奉仕っていう意味ではなくてね、ボランティアっていうのは自発的にっていう意味ですから、やりたくないならボランティアに来ないでってことなんですよね。で、来るんだったらボランティアを楽しんで、それこそね、仕事とは違って責任がないからっていうボランティアのことをね、軽く言う人がいますけども、それは違うと思うんですよ。ギャラは発生しない、ルールや厳格に決まったモラルもない、だけどもビジネスをしてお金を稼いでる人以上の成果を出して、そういった活動を支持していくのがボランティアだというふうなね、ことなんじゃないかなと思うんですよ。そういう気持ちで、誰に言われたでもなく、誰に命じられたでもなく、自然にムーブメントが起きていく、それがボランティアかなと思いますよね。だからね、言ってみれば私の YouTube っていうのはボランティアなんですよね。自発的なんですよ。で、やらなきゃ稼げないよっていうのはもうね、ボランティアから一歩、身を引いてるんじゃないかなと思うんですよ。稼げないけどやっちゃうよみたいなね。だって稼げないけども彼女とデートはするでしょ、お金を払ってでも、みたいなね、例え方になっちゃいますよね。
ボランティア、あくまでも自発的にやってる行動、それがボランティアだと思います。ということは、あなたがやってるビジネスはボランティアですか、それとも仕方なくやってるんでしょうか。さあ、ボランティアっていう概念ね、ちょっと変わってきたんじゃないですかね。ボランティアは無償奉仕のことではありません。自発的にやっていることは全てボランティアなんでございます。では、裏の人とお楽しみください。いってらっしゃい。